さあやっていきましょう。さあお互い白です。 2PA フロテ方角突進から突進。さあこれで完全体、攻撃戦も痛くない、そこまで痛くない。フロテ 3PA 決まってるのね。これなかなかチュンリーの攻撃戦打つタイミングが難しくなってくるところ。投げて、減らねえ、勝てー、さすがの 3PA すると勝てー、強えー。フロテ大足から捕獲、突進突進、捕獲、チュンリーを捕まえる。開幕戦移動捕獲でやってましたね今。何か振ってたら引っかかるとかそんな感じでしょうね。オッケー、差し返す、さあかなり静寂な状況、お互いマックスなんでね、何かきっかけすると大ダメージが押し寄せる、そんな状況ですか。おパン、でもやっぱ砲撃戦ある以上は PA で、無差別 PA はやるわけにはいかない。突進に対して発見を受ける、これが厳しい。フロテ砲角は逃げる、フロテ砲角突進、さあ近づいた、離れてしまうと急また難しいところ、いいファイトに持ちたい、ただし時間が迫っている。と BA 発見、このさっきの BA が来たかもしれないですね今のは。ここは時間しっかりと使い切ってタイムオーバー、徹底するとやっぱこうなりますね。調子さあ寝かした、捕獲通す、突進 EX 突進、さあ橋まで追いやったが、ここは距離を取る形、ここは寝かしスピーバー通す、ここはブレて発揮効力、お見事、角は確認がない、まだ球の方が優勢、でも砲撃だとビビたるところ。さあ時間をしっかりと使って逆転、突進通す、ここ中足踏み込んだ、犬チュンリー勝利。